鹿港流山寺らしか港分部病の分、誇らしか港鎮は台湾昇華圏の人。鹿港鎮は昇華平原北西部の鹿、港系北岸に位置している。西側は台湾海峡に面し、東は周水峡と南は鹿、港系を隔てて、副峡峡と北は万宮尾港を隔てて、仙、西郷及び和美鎮と接している。 四河河は台湾西岸の中間に位置し、清の統治時代には天然の良港として商業の中心地として発展した。四河河一帯は台湾原住民平良族パゼハヘ族の居住地であり、露河湾が台湾語音で当てられて四河港港の地に四河港となったと言われている。ただ語源については次の説もある。 台湾の中部に鹿が多く生息しており、その鹿が海辺に集まっていたことから鹿国王、後に鹿国王と干渉された。地形が鹿の形に似ていたことから鹿国王と称されるようになった昔は、米国の集産地として栄えており、米国を保存しておく倉庫を鹿と呼んだことから鹿国王となった。これは、現在の美子街をかつて米子街と称していたことも、傍傷と言える。 オランダ統治時代、帝止政権から新書にかけては、馬芝社と称されており、鹿港の名が文献上に現れるのは1784年である。この年鹿港と福建省泉州の間で航路が開かれ、鹿港の黄金時代が始まった。1785年から1845年にかけてが鹿港の前世紀であり、人口は約10万と当時の台湾において、 第二の都市となっていた。台湾語で、一府、二鹿、三と並び称せられた。また、19世紀末期には、鹿港が台湾南北の境界とみなされたことから、今でも台湾語で中南部を、下港イコール AKNG、北部を、長港イコール TANGKNG と呼ぶ。当時の鹿港は八大商業組織が存在し、鹿港八港と称されていた。 それが、泉高金長潤、河口金ぶり潤、南高近新駅、竹、観光金、長高、油、高金、幸福、東高金、栄光、布、高近ぶり万、染め、高金合潤である。しかし時代が経つにつれ、港湾に河川の堆積物が堆積し、また日本統治時代に消華平原の物産の輸送に主眼を置いたため、中間線は消華駅、 陰林駅を経由することとなり、鉄道輸送網から外れた四角をの経済的繁栄は終止符を打つこととなった。最も一般的なルートとして、消火士か港間のバスが利用されている。また、台中士か港間のバスもある。かつて、東京鉄道が敷かれて、旅客輸送も行っていたが、1970年代に廃止されている。 明治政党の旧鹿港駅は食堂に課されて使用されており、ジーゼル機関車、客車、貨車も置かれている。鹿、港天候具鹿港碑、茂行文化の研究。ありがとうございます。